ラオフーサイで料理人をしている坂下亮太です。私は過去に2ヶ月間モンゴルへ行ったことがあります。この旅を経て命の尊さ、食材への感謝の気持ちを改めて見つめ直すことができました。この旅の経験を生かし、応募テーマに合う一皿をお用意しました。現地のウルムというチーズの作り方を再現しました。香味野菜、チューニャン、沖縄の塩、フェンチュー、羊肉の油をそぎ落としていきます。ネギと生姜の香りを移すためにしっかり揉み込んで羊肉にすり込み、ジップロックで2日間漬け込みます。理想とする赤色になるまで試行錯誤した結果、65度という温度の低温調理に行き着きました。250度のオーブンで20分焼き上げます。唐辛子、中国青山椒をプーラーしていき、各調味料を入れヤンロージャンを作ります。モンゴルで過ごした時間がこのような大きな大会に生かされたことをとても嬉しく思います。そして現地で感じた気持ちや経験をこれからも現場で生かしていきたいです。